神獣は彼の住まう神殿がある大森林を守るように存在しており、近づく者は何であれ死神の鎌で引き裂いて惨殺した。昔々、西の帝国にはかつて世にも恐ろしい死神の風貌をした神獣がいた。神獣は彼の住まう神殿がある大森林を守るように存在しており、近づく者は何であれ死神の鎌で引き裂いて惨殺した。人間たちは食料や材木の確保のために大森林に侵入を繰り返し、その度に近隣の村や町は神獣に襲われ、多くの死者が出た。まるで大森林へ侵入した制裁を下すがごとく、神獣は無慈悲に命をほふった。やがて人々は彼の怒りを収めるため、毎年美しい娘を差し出すことにした。生贄にされた娘たちは二度と帰ってくることはなかった。しかし神獣はやはり大森林への侵入を許さず、平行線のまま人間と神獣の対立関係は続いた。何年もそのような日々が続き、ある日この憂いを断ち切ろうと人々は神獣の討伐を企てた。弓の名手として数々の伝説を築き、魔弾の射手と謳われた美貌の弓使いの乙女が神獣討伐を依頼された。花嫁として送り込まれた弓使いが討伐完了の知らせを持ち帰るのを人々は待ったが、いくつき経っても彼女は帰らなかった。死んでしまったのだろう、かわいそうに。我らの村のためにあの乙女に命を捨てさせてしまった。よそ者とはいえ、弔ってやらねば彼女が浮かばれない。神獣討伐の報奨金は村のみんなで集めたなけなしの金だったが、渡すべき人はもういない。村の人々はさらに家財を売り払い、報奨金にその金額を足して一世一代の賭けに出た。大規模な討伐隊を組んだのだ。今度こそあの神獣を倒すのだと。しかし神獣の住まう土地を訪れた人々が見たものは、なんと弓使いと神獣がまるで互いを慈しむように共存している姿だった。騙された。最初からあの弓使いは神獣と仲間だったのでは。許せない、許せない、殺してしまえ。種族を超えた愛で結ばれていた二人に人々は怒り、もろとも殺してしまう。神獣は恨みの言葉を吐いて書き消え、弓使いは殺された挙句首と胴を離され、別々の場所に埋められた。深
家臣の大森林はこのようにして解放されたが、神獣の死後そのありさまを変化させた。来訪者を惑わせる迷いの森へと。カーディナル、一体。あ、シロン、探してた。実は厄介なことが起きて、凄腕の弓使いが。へえ、私をご指名の事態って。ディソルバートのおっさんは乙女じゃないからな。昔々神獣と許されぬ愛で結。あ、なんだよ。違うわよ、今ちょうどその物語を読んで。グッドタイミングだ。運命。安い運命ね。いいけど、シノンしかまだ誘ってないぜ。
というわけなんだ。シノンが読んでいた書物の通りの神獣が復活し、それでこんな大規模な討伐だ。なあ、短期でどうにかなる相手じゃないからな。なんでも神獣は暴走を繰り返し、死んだ乙女を求める言葉を今元いた神殿の場所へと戻っている。もう一度会いたいってことかしら。おそらくな。先発の討伐隊では女性の弓使いがいるチームしか迷いの森の奥に、他は何度入っても入り口へ戻ってしまった。ゲームで言うなら条件付けされたクエスト。そうだな。そもそもこうしたいわくつきの場所っていうのは、この世界には古くから様々な伝承や秘話が残す。アドミニストレーターの抑止力が消え、本来ならさらに大きな物語となっていたはずのものがいとも考えられる。真相は何にせよやることは変わらないわ。敵を撃てばいいんでしょ。さすがシノンさんよっ、男前。ちょっと、私は弓使いの王と目、戦闘の腕を褒められるのはいいけど男分かってるって。でも私がなんでついてきてあげ。もうそりゃシノンだけど。何よそれ。そのまんまの意味だって。さて、そろそろ仕事の時間だ。これから先のことは先発隊に説明を聞こう。あれが先発隊が言っていたやつだな。壊す中を、捌いて中を壊す。ターゲティングが体に、いえ、お腹を狙っている。シノン、距離を取って。中、子宮、中身壊す。捌き。倒さないと道が開かないらしいの。は？楽に死ねると。これって物語。シロン、来るぞ。晒してやる、殺してやる、恥ずかしめてやる。裏切り者、裏切り者、頭部ばかり。シノン。はい。こいつ、
こいつが昔キリトとアスナを苦しめたっていうやつ。でもここは、ああ俺も戦わずに済むならそうしたい。頼んだぞシノ。さあ望み通り弓使いの乙女を連れてきたぞ。言葉が喋られる。何か話したいことがあるなら言って。会いたかった。ええ、会いに来たわ。寂しかった。ええ、そうよね。もう一度やり直そう。ごめん、それはできないの。そうしてあげたらどんなにあなたを慰めてあげられるか分かっているけど。もう一度、何度でも永遠にやり直そう、やり直そう。何？シノ、離れろ！様子がおかしい！殺し、殺し、殺し。ちょっと、いきなりこ、弓使いの乙女が必要じゃなかったのか。私じゃダメってこと？弓使いの乙女として失格？もういないのよ。私が話を聞くわ。どんなに長くったって聞く。聞いてもらうって。私もそうして、だから今私はここに立って。本当は人間とも話し合うべきだったのよ。もう一度やり直したり。シノ、できるだけ下がれ。どうして？もう一度弓使いの乙女を殺した。愛し合わなければ自分も死ぬことがなかったから。だからあなたを殺しに来たマダンの射手と人々を脅かす神獣として。シノ、下がれ。そんなのってない。愛してたのに。ダメだ、話が通じる状態じゃない。あなたにも魂があるんでしょ。話を聞いてよ。みんな、シノを守りつつ連携を組んで攻撃だ。行くぞ。キリト、ごめんシノ、俺は君を守る方を優先する。ふざけないで。私が守られるですって。バカにしないで。説得は失敗した。でも役立たずで終わらせないわ。この戦いで私がいる意味を、もう何であろうと証明してみせる。
自動で復活した。あいつは死のを狙ってるんだ。しかも待って、私がおとりになった方が。待って、目が。怪我をしたのか、見せてくれ。違う、帰り千代、デバフで目が見えないの。キリト、目が見えないの。みんなも十分戦ってくれている。どうして倒せないんだ。まるで最後の一手を見えない何かでずっとかわさ。もう一度、もう一度やり直し。愛してる、やり直そう。もういや、いや、こんなの。愛して、やり直そう。愛して。最初から変だった、言っていることと。キリト、キリト、わざと攻撃を誘っているようにしか見えない。もう一度考えろ。この戦いはここに来るまでにも条件付けが。倒せないのか、それを満たしていい。ねえ、聞いてる。最後の一手、最後の一手。神獣は過去を悔やんでいる。だから愛した女。キリト、キリト、無視しないで。また好きな相手が自分のせいで殺されたら、これはそう思うか。あんたが見えない。どんな顔してるの。怒ってる。俺は、俺なら、私役立たずなのに。俺は、俺なら、キリト、何を言った。みんな、真珠を倒すには指使いの乙女の一撃が必要なんだ。シノン、多分なら倒し方が分かった。俺が支える、観測手になるよ。シノンは弓を射ってくれ。あんた話聞いてないでしょ。目が見えないの。血で、涙で前が見えない。後ろから抱きかかえる。ほら、俺も手を添えてる。
チャンスが来たら合図を言うから、全身全霊、真意を込めているんだ。手を離すだけでいい。できた、できた。死の。私じゃなくていい。私じゃなくていいじゃない。弓使いなら、王ならそれでいいでしょ。何言ってるんだ。あんたもあの真珠も、都合のいい幻想を私に求めてる。ふざけないで。私はいるの、ここに。今目が見えないって泣いてるの。シロ、きっとあんたの闇でいたい。あんたの銃になりたい。私をちゃんと見て。見てるよ、シロ。嘘泣かせてごめん。でも本当だよ、今もそうだよ。こういう時に絶対嘘。嘘じゃない、剣にかけて誓う。嫌い、あんたなんか。俺は好きだよ。あんたがそういう意味で言ってるわけじゃないってわ。今のは聞いたわ。しろ。いいわよ、やってあげる。やればいいんでしょ。おそらくあの真珠はやり直したいんだ。最初からそうだったらこんな悲劇は起こらなかった。だからやり直したい。ああそうだ、こんな悲しい。あいつには君の一撃が必要だ。出会わなければよかった。そういう苦しくて切ない気持ちだったのね。まだまだだ、あともう少し。私わかるわ、シノ。私わかる。撃て。だからぶち抜いてあげる。あのさ、手を引いてね。うん、そうしてるだろ。離さないでね、シノ。もっと強く握って。あ、痛くないか。痛くない。ねえ、もっと。うん、これでいいか。女の子の手だから、なんか壊しそうで怖いよ。バカね。あんたはその気になれば、言葉一つで私を壊せるのよ。シノ。最後には、私を選んでよかった。そう思わせられるなら、それでいい。それでいいわ、それだけで。いいからもっとギュッとして。決して私を離さないでね。生成されるとは。
わしも長い間生きておるが、これが私の神器。すごいな。武器も神獣の、もう愛する人を失いたくない。ええ、きっとそうね。そして私も愛する人を。今なんだ。秘密よ。教えてあげないわ、キリトよ。今後も神獣が現れるやもしれない。ああ、任せてくれ。こうして俺たちは神獣だが、これは世界の歪みの